どうも、舞子です。本日は、本格渓流釣りの下見です。見た感じ、ニジマスはいない。もっと、上流を目指します。本格そうだけど、降りるとこがない。もっと、上流を目指します。ナイスなアトラクションがある。ただで、いい絵が撮れそう。ダメだー。立ち入り禁止だ。谷底まで、50メーターはある。足がブルってきた。釣り人がいるので、降りるとこがありそう。漁協の看板を発見した。釣り場があるみたいです。ここから降りるみたい。落ちたら、やばい。本格渓流？ヤマメくらいなら、いそう。試し釣りをしてみる。まずは、餌を仕入れます。全然、取れない。ミミズが取れないので、ダイソーで餌を仕入れてみます。一番釣れそうな餌を、仕入れてきたよ。本格渓流に戻る時間がないので、ここで妥協しようと思います。ニューロット。餌は、ミミズ5匹、カッコ保険。アンド、これじゃない。これじゃない。これ、うまそうです。
これじゃない。これは、五穀米にしようかと。これ。魚が一番釣れそうな餌は、これ。魚も猫ちゃんも大喜びだ。釣れそうです。目標は、小魚一匹です。この水たまりには、渓流魚がいないので、どう頑張っても、渓流魚は釣れません。生姜の醤油漬けみたいな味。買ってよかった。反応がいまいち。もうすぐ、日没です。それ。カワムツです。猫ちゃんの餌で釣れました。残りは、猫への賄賂にします。釣れますが、反応がいまいちです。ご視聴ありがとうございます。金曜になる前に、渓流魚を、一匹以上釣りたいです。